はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所鈴木芳生です。今日は2022年2月1日火曜日になります。いよいよ2月に入りました。月が変わりました。今日はですね、スペアタイヤについての、動画を撮ります。以前このスペアタイヤの、このボードを使いましてね、ご説明させていただきました。一番初めがこのスペアタイヤについての、概要ですね。お客様からよくご質問ご相談を受けます。スペアタイヤが今のタイヤね、今のお車、スペアタイヤがない車が多いので、やっぱりですね不安なんでスペアタイヤを持っておきたいっていうね、ご相談です。これが多いので、私もね受けたまることがよくありますのでね、この動画を撮りました。そして、その2回目ですね、今度は、チェックをつけました。マークつけましたね。お車にスペアがあるないということでね、実際に、ご自身のお車に、スペアタイヤどこに入ってるのかなと、ある、装備されてる車であればね、どこに入ってるかなというご説明を、差し上げました。そして今日は、緑で丸く塗りつぶしました大きさ、太さっていうところでね、このお話をしたいと思います。今日のね、大きさ、太さ、太さはですね、ちょっとボードを変えますね。こちらの方で説明をします。はい、こちらのボードに変えました。でこちらのですね、一番上の段を見ていただくと、分かりになると思うんですけども、4本、タイヤが4つ並んでます。これは通常走っている時のタイヤというふうに考えてください。4輪同じ大きさのタイヤで、走っている車というところで、そこに対して同じ直径同じ大きさで、スペアタイヤをご用意するという方法ですね。これはもううんと昔から、まだパンクが非常に多かった時代ですね、同じ、タイヤ、ですね、ノーマルタイヤ、レギュラータイヤとか言いましたけども、同じ大きさのものを、一つ一本備えているという、方法ですね。そしてこの、青く書きましたのはその、現在はですね、少し、だいぶ前になりますけども、同じ直径でありながらも、少し厚み、タイヤの厚み、ホイールの厚みがちょっと薄いものですね。ですから、黒に対して青色でちょっと表示しましたけども、この一番下の段ですかね、下の段でこの厚みを比べてるんですけども、黒いタイヤが縦にこう2本並んでます。これは走行用、車についているものと同じものを用意した場合ということで2個目に用意し、ね、表示してます。で、3個目に、この青い図を描きましたけども、こちらは同じ直径でありながら幅が細い、幅が薄いですかね。そういうスペアタイヤっていうのが、ここしばらく前から、こういう、ですね、装備になってます。これ、四輪駆動車を中心にした同直径で、同じ直径で、スペアタイヤを少し軽くする、軽量化させるっていう方法でしょうかね。そして、あとは、この図の真ん中に戻ります。真ん中は、現在4本、あるタイヤ、走ってる、走行している、通常タイヤに対して赤色のところですね。これが、タイヤの小さい、少し直径が小さくてですね。そして、さらに、厚み、タイヤの厚みも細いという、3段目に、図の3段目の図ですね。3段目の図は、こう比べていくと赤い絵の、図のタイヤが実際の黒いタイヤよりも細くなってますよね。これがもう、しばらく続いてましたけど、ずっと、前輪駆動の車を中心にした、スペアタイヤ、予備タイヤで、応急用タイヤって呼ばれたような、テンポラリータイヤですね。応急用タイヤ。トランクの中に、黄色が、多かったですけどもね、黄色いホイール、またオレンジのホイールとか赤いホイール、黒いホイールっていうのもありましたね。よく一番多かったのは黄色のホイールに対して細いタイヤがついてるっていった、スペアタイヤですかね。これが、
以前はね、ついてる車多かったです。ただ、現在はもうスペアタイヤ少なくな、ついてる車がなくなりましてね、まあ、オプションで選んで、つけるとか、特に選ばない限りは車には搭載されてませんっていうのが多くなってきましたんでね。では、今日はですね、スペアタイヤの、ご相談、お困りごとの中の、大きさ、太さというところでね、ご紹介をいたしました。以前の討論に戻りますと、こちらですね、こちらのね、今日緑の丸印をしました大きさ太さのところをね、今日はご紹介させていただきました。また、動画撮る、タイミングに来ましたらね、またさらにその下も、ご説明していきたいと思います。まあ、いずれにしましてもね、音の静かなタイヤ、高速道路での快適なオイルバランスを味わっていただく、そういう、タイヤでですね、ご関心がある方が、遠くへやっぱりドライブですね、お出かけになる時に、ちょっとスペアタイヤなしだと、結構奥地の方まで行くのでね、心配だなということで、その出かける時だけはね、スペアをちょっと持っていくというね、今車に、スペアタイヤが搭載されてなくてもその念のために一本、作って持っていくんだという、ご要望がね、お客様からいただいているものですからね、その辺をちょっとご説明させていただきました。当店のお問い合わせは、ぜひ LINE の方、店舗の方ですね、用意してますのでね、LINE の方ご活用いただきまして、メッセージちょっと入れていただけたらなと思います。本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。